オンタリオサザン鉄道は、かつて、カナダオンタリオ州のクリスタルビーチマイナスリッジウェイ間を運行していた鉄道路線である。東路線は、クリスタルビーチにある遊園地の利用者を、リッジウェイにあるグランドトランク鉄道本線の駅へと往復で送迎していた短距離の旅客輸送線であった。道路線は、総延長が約1プラス12マイルであり、 1896年から1898年まで運行されていた。オンタリオサザン鉄道の列車及び駅オンタリオサザン鉄道はユニークなデザインであった。それはガイドレールを両側に取り付け、木製の両上に付設された一本の走行用レールからなる初期のモノレールの実例であった。道路線の大部分はニックネームペグレグ鉄道の由来ともなった。 木製支柱場から高さ10から30フィートの高架であった。道路線も道路下では1本の小トンネルで通り抜けていた。客車は両側とも開いており、背中合わせの構造となる合計6つのベンチを有していた。道路線運行の最初の2年間では、客車はバッテリーを動力としていた。最終年には架線が設置されていた。バッテリーを充電したり、 後の河川への電力供給には、東路線の終端であるクリスタルビーチにあった固定蒸気エンジンにつながった発電機から供給されていた。東鉄道が低信頼性であっても、東システムでは名目上15分間隔での運行を行っていた。特に豪雨の後、柔らかい地面で支柱が揺れたり、冬には支柱に霜がつくため、毎年春に、 相当なメンテナンスを必要としていた。東鉄道が直面していたメンテナンス上の課題にも、かかわらず、重大な事故は知られていない。唯一知られている災難は、車両の下にかかっていたバッテリーケースに打たれて死んだ牛であった。それにもかかわらず、乗客不足は道路線を不経済にしていた。それは、現実的な交通手段よりも目新しさであった。 クリスタルビーチへの公共輸送機関の主な形として、鉄道のみを二次サービスで提供しているアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローからの蒸気船を経由していた。1898年シーズンの後、東鉄道は閉鎖され、解体された。ホートエリー博物館からの鉄道の文書では、7ページにオンタリオサザンの追加写真が含まれており、10ページより解説が始まる。 ありがとうございます。